さあ続きをやっていきましょう。ホースのパイピングの引き回しをしてなかったからね。ここに逃がしておいたやつをよっこいしょっと、ここを通してどうのこうのらしいね。こいつもここを逃がしてこんな感じか。この裏につけるんだ。割とやりづらいな。どうしようかな。何かで綺麗につけたいんだが、ここにこうやって巻くわけね。いやこれはなかなか難しいな。これはこれで、ということでマスキングテープで留めておいてから接着して乾いたらマスキングを剥がすようにしておくかね。これもピンセットを2つ入れて、よっこいしょっと、よっこいしょ、よっ、ダメだな。先にマスキングテープの下だけを貼っておいてからパイプを捕まえた。よし、これでどうだ。よし、でデコさんで姫様にお願いするか。プリンセスでちょっとつけてやれば、これで剥がれてこないでしょう。外れてこないでしょう。こっち側も同じように先にマスキングテープをつけておいて、ホースを引き回して、ホースを引っ張って引き回してしっかり接着させてからプリンセスに。見えにくいかもしれないけど、見えにくくて申し訳ないけど、おそらく組み立てるとき、これを作られるときっていうのに分かると思います、何をしたかったか。よし、 OK。 で一旦ここでこいつはこの部分は止めておこう。でもうこれもつけないといけないから、これも放置するついでに、どっち、やっべえ、分かんなくなった。向きはこうなのは分かる、 LR がどっちかが分からない、なんてこった。こうだよな。こっちだとはみ出るから違うな。こっちだ。でこれもこうやってグッと
挟み込むようにこんな感じでつけたいから、ここにデコプリンセスをぶちゃっと、いいよっと、しっかりくっつけてあげよう。よいしょ、 OK、 いいでしょう。うん、いや俺はギリギリまで使ってやるぜ。限界かな。よし、ついたかな、ちゃんと線も挟まってないし、あ、え、えい、違う方向に動かしちゃった。よし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 、オッケー、オッケー、いいんじゃない。机の上片付けるって片付けてねえや。よし、で次は、うん、なるほど、やりたいところがあるけど、ここはでもまあいろいろな理由があってやめておこう。理由はまた分かると思います。でこいつだ、マフラーを作ろう。エアクリはもう作ってやっていいな。よし、これとこれとマフラーエンドが金属なんだ。いいね、かっこいい。薄いな、いいね。で、ふむふむ、なるほど。 T の5シルバーのこのパーツ、こんなのあったかな。あったあったあった。これをここにこうくっつけるわけだ。なるほど。ということでここの部分をね、少しメッキを剥がしてあげましょう。こんな感じでカッターで少しこそげてあげて、中のプラスチックの部分を出してやる。で出してやったら接着剤で留めるよと。プラスチックはね、1枚こうやってめくってあげないとね、メッキは金属で溶けないからくっつかないんだよね。ちょんちょんと、おい、なぜくっつかない。
浮いてるな。これでいいか、くっついたか。いや浮いてる、下に当たってんだ。しょうがない、少し頭を切ってやろう。いいね、グッといった。よし、 OK。 よし、くっついた。で今度はここだね、こんな感じでくっつくから、ここの部分のメッキを剥がす。こうね、まあいわゆるカンナ掛けみたいな感じでね、メッキを剥がしてあげましょう。よし、 OK。 でバサ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 、でこの間に流し込む。グイグイと、あ、浮いてきちゃった。で、こいつも内側からちょんといって流し込んでやって、念のために反対側からもちょんと。いいんじゃない？でも問題はこいつなんだよね。このぐらいの余裕さがあるわけか。っていうことは、まあこれもプリンセスにお願いするか。はみ出したところが取れるっていうのはね、本当に利点だからね。これでこの周りをちょん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 とこうね、ちょん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 と、ちょん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 と、ちょんちょんと、ちょんちょんと塗ってやって、でここはみ出てるからね、はみ出たやつを綿棒でこう横方向にね拭き取る。で綿棒でどんどん伸ばしていかないように、こう拭き取ってない箇所をこう使いながら、こう綿棒をくるくる回してね、毎度新しいところでこう拭き取るようにしてね。でも綿棒はね、ケチらずにどんどん新しいのを使っていくよと。変にケチってね、トラブっても面白くないし。
辛いだけなんでね。よし、 OK。 でちょっとこうぐるぐる回してなじませてやってね、ぐるぐるというかクイクイとやってあげて、こいつもクイクイと。よし、 OK。 できた、マフラー。よし、こいつは OK。 あれ心配だな。よし、はい、次。じゃあフロントの方に行きますか。この辺をやったね、この辺もやった。ではまたディスクブレーキの方か。これをつけるよと。D の2 D のネジ、これを4と。どれだ、これか、これだ。1 2 3 4本、これを大きい方のドライバーでつけるよと。軽くね、まだ隙間があるぐらいに締めておいてからね、こっち側も先にギュッと締めて、こっち側もギュッと締める。だけどこれはちょっくら遊び心をつけておきたいので、緩めにカタカタ動くぐらいにしておこう。このキット自体はハンドルがね、ハンドルでちゃんとこう動くようになってるから、こう緩めに作っておかないと。ちょっとこっちきついかな、よっ、こっちかな、よっと。あまりガタガタでもね良くないからね。ちょっとテンションがあるかないかぐらいに。よし、で次これと、これとこれ、
で C の2 ABC これは小さい方か。から締めるわけね。これも緩めにしといた方が良さそうな気がするな。よし、動くぐらいにしておこう。撮影をしてる今、まあ、2月なんだけど、今年の冬って寒い期間がなんかすごい長い気がするんだよね。本当寒いの苦手な僕としてはかなりきつい時期だな。なんか雪もね、まあ、住んでるガム氷なんだけど、愛知県のねガム氷なんだけど、雪ってね、この辺ってそうそう降らないんだよね。それがなんかすごい、なんだろう、量が降るわけじゃなく、すごい回数で降る感じで、どうもほんとこの寒いのだけは苦手だな。別に雪嫌いとかね、その運転ができないからとかそんな関係ないんだけど、なんかこれをネットで言っていいのかわかんないけど、僕ね、未だかつてスタッドレスを履いたことがないんだよね。そのぐらいね、本当に雪に困ったことがない。で、まあもちろん仕事でね、遠く行ったりするんだけど、ノーマルタイヤでね、大体いつも済んじゃうんだよね。滑るよ、もちろん滑るけど、ね、腕でカバーなんてね、かっこいいこと言っとっちゃあかんけど、本当ね、別に腕でカバーできちゃうんだよね。今まで何回も滑ったけど、その事故ったことがないから、いや別に普通に走れるしみたいな風に思っちゃうんだよね。あんまりよろしくないね、こういう考え方は。で、これをこう通して、こうして、Dまあ一回滑ってね、事故ったりなんかすると多分相当ね、懲りてね、そんなのどう残るなんて言っちゃうんだろうけど、転んどこ、なんか滑ってどう残るなったことがないと、やっぱりなかなか、昔あれなんだよ、Z 乗っとった時、31の Z 乗ってて、あれはね、滑ったね。なんていうか、そのね、滑った理由っていうか、内容も変なもんで、雨の日に滑ってたんだよね、あの車ね。ブレーキがやっぱり今みたいに ABS がついてたりとか、安全装置なんて全然ない車だから、まあ結構多分この動画見られてる方もね、なかなかその当時の車ってよくわかる人が結構多いんじゃないかな。30代40代の人とかね、20代の人はやっぱり今のこう車好きで、そういう車に乗ってるっていう人で分かってもらえる人はいると思うんだけど、 ABS なんかなかったからね、31の Z なんか。そう考えると、ABS っていうものって意外とね、普通に標準でついてるようで、技術なんだよね、あれね、よう考えると。今じゃこうね、横滑り
帽子みたいなのがね軽自動車にもついちゃうぐらい。まあ時代は変わったね。これ本当に曲がるのかこれで。いいよいいよ。これ硬いな結構。こうやって見ると触ると、一応動くんだけどね硬いね。ちょっとしっかりくっつけてからもう一回やろう。これだな。お C の2。なんかそのせいか滑るのに。でもね、実際まあね、 Z 今の方の Z なんか、今の方の Z だったりすると特に関係ないと思うんだけど、昔の Z ってそんなドリフトするような車でもなかったしね。どっちかって言ったらね04とかで有名だったような、もう直線番長みたいな車だったからね。カーブは弱かったな本当ね。カーブロングノーズでね、前が見えないしね、良くなかったわ。ただ直線は速かった。めちゃくちゃ楽しかったなあの車は。また乗りたいな。なかなかまた乗りたいっていう思う旧車なんてそんなんないよね。なんかよく言うね、なんかあのジャジャ馬っぷりがみたいなね、乗るとそう思う。楽しい、すげえ楽しい。こうなんだろう、車とともに成長していく自分がよくわかる。前が見えない車だったな。足が届かない車でもあったな。あの眠たそうな目が良かったな。可愛かった。眠そうな顔してめちゃめちゃ速いっていう。で、あの天井のルーフを外すとしまうところに困るっていうね。あれは本当困ったな。後ろに詰めたけどね一応。だけどなんだろう、このポルシェもそうなんだけど、あれはポルシェのやつはちゃんとこう前にしまうっていうためのスペースでもあるように作られてるからいいんだけど、 Z の時はそうでもなかったからな。一応入るよみたいな感じで、なんかそれを止めるためのバンドがついとった価値はついてなかったし。だからね、ガラスだからね、傷がついたりとか、まあ、最悪割れちゃったりするんじゃないのかな。だからね、僕毛布に当ててやってたからね。これ動くか、動くか。一応ここにこう当ててよ。あ、動くっちゃ動くか。かってえなこれ。よよよよよ。まあまあ、なんと言いましょうかだなこれ。まあこうやって動かして遊ぶっていうことはないからいいか。よし。それでいつかね、その Z の31っていうのが前期型も後期型も富士見かなんかで出てるからね、いつか作ろういつか作ろうと思ってね。でもそういう車に乗ってた人ならわかると思うんだけど、なかなかさ、そのせいか逆になんだろう、作れないよね。なんか緊張っていうか、なんか自分が乗ってた車をキットでさあ作ろうとか思うね、あるから作ろうと思うと、いやなんかもうちょっとうまく作れるようになってから作ろうみたいな。なんか別にキット自体にねレア買って、いやそうでもないしね、大したことないんだけど、なんか変に身構えちゃうっていうか。よし、とりあえず今日はこの辺かな。時間もいいところで、またねここで一旦カメラを止めさせてもらって、再開しようと思います。では一旦止めます。